立花の戦に負けはない。ああ、立花の戦に負けはない。島津は立花山城深くまで攻め込んどる。全軍直ちに出撃。一刻も早う立花山城を救援するんじゃ。情報官が稼いだ時を無駄にしてはならん。これを手に入れ反応の準備ができておらんのだ。おい、来る。立花の城の一族に踏みにじられた。だがまだ生きている者もいる。彼らを助けるためまたやり直せる立花を。立花の敵ではなかった。立花の任せよ。敵ではなかった。荒れ狂おう立花の兵の踏ん張り見事じゃ。これ以上奴らを死なせたらいかん。味方本陣と敵の砦が近いのう。つつかれんように対策を頼むわ。敵将討ち取った。力を及ばずか。すまん。まあ俺に挑んだお前だ。敵将討ち取ったり。よくぞ務めを果たした。さらに励め。怒涛の嵐順風のようだな。味わえた。立花山城最後の砦は天子栄米にして豪気だ。どこまで持つか。城内の砦もほぼ島津を追うから大急ぎで制圧するさ。すまん。まあ俺に挑んだお前が。この手を軽いのに雷が暴れている。敵将討ち取ったり。先の戦で弟の直次は宝満山城を守っている。両野城の陥落によって直次を孤立した。島津は直次立花山城に届けると約束し、直次の投降と宝満山城の解放を要求した。直次は城兵の命を取り出し、島津は安堵した。分かってるさ。ここに直次はいない。どうも始末にはめられたのだ。一刻も早く直次を奪い返すぞ。言葉を賜りましたゆえ、敵将を討ち取ったよ。気取る猿に人は沸かしてくれよ。敗門な、しますね。総攻撃をかけてきよった。こりゃ本陣の守りを固めるのが先じゃ。味わえる。姉上、私のこと岩屋城父上ご無事なのですか。高橋上腕の死。この国の未来が俺とお前が付き合われようか。九州の先かな。打ち取った。圧倒的な負け戦か。そうはなくて開門。この戦場今より地獄よ。天下人とは傲慢よ。急げ。兄者、さすがに釣りのぐせは使えんか。おとり部隊もろとも大軍に飲まれような。いや、もう釣りは成功しておる。秀吉が九州に来た時点で我らが勝ちよ。九州を取りにして狙うは始末の4両安堵か。兄がかなわぬ。荒れ狂う。もしかして俺より強くねえ？敵を送った方がきっと喜ぶさ。敵将を討ち取ったり。最後の砦も打ち破ったな。全軍岩屋城へ総攻撃じゃ。サイド最後まで諦めない。この身果てるまで。味わえる。俺に挑んだお前が悪い。